私の父である播磨家の当主が死に、当主交代なる日である今日、大学で地域の文化について研究しているという青年が、話を聞きたいということで訪れてきた。特段断る理由もなかったが、いかんせん新しい資料の開拓のため忙しい。そこで私は一冊の日記帳を渡すことにしたのだ。播磨家第二子である賢治の日記帳である。到底理解できる内容ではないと思うが、播磨の家を語るにおいて、外すことはできないものであるため、こちらの仕事が一段落するまで渡しておくことにする。1、近頃、体の調子がおかしい。播磨の家宝において肉体の機械化はご法度であるため、最近では滅多に見ない肉体を見る医者に見てもらうほかない。文を読んでは絵が浮かぶ。表に出れば何者かの視線を感じ、しまいには大抵からのお告げが頭の中に直接与えられるような錯覚すら覚える始末。父母は気違いの相手などしたくないというため頼るわけにもいかず、兄貴に頼らざるを得ないのはとても情けない。2、今朝は嫌に日が眩しい。不穏な空気を感じ、そろそろと門を出る。行き交う人々の視線にさらされながら街を歩く。皆一様に俺を見て嫌な笑顔を浮かべたり、頬を近づけ耳打ちをためあったり、中には大口を開けて笑う男もいた。なぜ俺を笑うと怒鳴りつけてやるとその男は一目散に逃げ出した。なぜ、奴らは俺を笑うのだ。一体何の恨みがあるというのだ。そうか、そういえば25年ほど前に家族の坊ちゃんと喧嘩をして泣かせてしまったことがある。あの頃は親父殿に大層叱られたものだ。針に縛られひたすら打ち付けられたのを覚えている。一週間飯抜きとなったのだが、その時も兄貴がかばってくれたのをよく覚えている。その時のことを聞き伝えられているのだろう。俺のことを笑って、やっつけてしまおうとしているに違いない。火元は7代たたるとは言うが、家族の恨みとは本当に恐ろしいものだ。3、ここから3里ほど離れた場所に小さな村がある。そこに住む者からの話を聞く機会があったのだ。彼が言うにはその村では都で死刑の判決を受けた罪人を突き取り、死刑を実施することで金子を得ているらしい。肉体を機械化するほどの金のない者が集まっている村であるからに貴重な収入源なのであろう。その死刑の方法というのが一風変わっているそうだ。まず手足を縛られた罪人が広場へと駆り出される。その後、選出された村人たちが寄ってたかって罪人の内臓を奪い合うのだそうだ。なぜそのようなことをするのだと尋ねたところ、人の肝はいい薬になるのですと男は答えた。人を食うのかとまた尋ねたところ、心臓や脳なども好んで食される村人もいるとのこと。嘘か誠かわからぬが何とも恐ろしい風習があったものだ。4、俺はこの日気づいた。街行く人々が俺を見る笑顔。白く剥き出した鋭い歯。あれこそ人食いの道具なのではないだろうか。俺は大罪人ではないことは明らかである。しかし幼い自分に家族の息子を泣かせてしまったゆえに、その話はいささか難しくなってきている。彼らには何か意見があるようなのだが、俺には全くもって推測することはできない。食人の歴史について調べてみる。遥か昔から人は人を食う歴史を繰り返してきた。そこには必ずと言っていいほど道徳倫理といった言葉が出てくる。あの男が話した内容を思い出す。ニヤニヤと気味の悪い目つきで俺を見てくる彼らはきっと、俺を食べようとしている。5、もう俺の味方は兄貴だけだ。医者の訪問を断ると、多少心得のある兄貴が俺を見てくれることになった。肉を見る医者だ。本人も肉の体を持っている。奴も俺を食べようとしている一派に違いないのだ。脈を測り、問診を受ける。最近は外にも出られている。この調子ならきっと良くなるだろうとのことだ。兄貴にこう言われると安心する。6、今日も兄貴の問診を受ける。この日、俺は兄貴に聞いてみた。人の肉を食らう者がいる村があるという。人の肉を食らうは、それこそ獣にも劣る忌まわしきことではないか。兄貴は答える。そういうしきたりの村もある。しきたりで済ませて良い話であろうか。俺が食われたとしても同じことが言えるのか。お前を食おうとするやからなどおらん。そんなことを言っているとまた父親に気違いだなんだと言われてしまうぞ。皆の目が怖い。それは妄想だ。怖いと思うから恐怖を感じるのだ。反対にお前のことを恐れている者の方がよほど多い。ギラギラとした目つきで人を見るのはよした方がいい。俺は、そんな目をしているか。今日のお前はそうだ。そうか。ああ、ちゃんと薬を飲むんだぞ。安心しろ、人を食うやからなんぞこの先いなくなるに違いない。うん、人食いはいずれ消される運命だよ。兄貴は薬を置いて出て行ってしまう。そうか、俺が怖いか。夕方、川屋へと赴いた時兄貴が医者と話し合っているのが見えた。あの時、男は何と言っただろうか。人の肝はいい薬になるのです。だったか。俺が飲まされている薬は一体何だ？人食いは誰だ？7、疑心暗鬼に陥っていることをひしひしと感じる。このままでは俺は、
人は人を食う歴史を繰り返してきた。果たしてそれは禁忌なのだろうか。果たしてそれは罪なのだろうか。人としてあるべき姿とは一体何なのだろうか。俺を食おうとしている連中は間違っているのだろうか。人食いとは一体何なのだろうか。人の真の姿とは。8。答えが出た。本日は播磨の新しい投資様の貴重な時間を削って取材に応じていただきありがとうございます。いや、前途有望な学生さんの頼みとあらば断ることはできませんよ。日記、拝読させていただきました。県議さんと看病されたご家族も随分と大変な目にやられていたようですね。それはもう大変でしたよ。今、ご家族はどのように？みんな病気にやられなくなりました。兄弟も看病虚しく狂ってしまい、いずれ身を投げました。こうなつては天涯孤独のみです。それは、ご愁傷様です。いえいえ、もう過ぎたことです。家族の看病は大変でしたが、大切な兄弟なのでそれも苦にはなりませんでしたよ。なるほど。それで弟さんを弔う気持ちから弟の義を冠した料理店を開店したのですか？弔う？弟さんは大事な家族だからって。ああ、それは違います。では名前の由来は？私が弟の賢治だからですよ。ようこそ、弟の料理店へ。